うも、イヤロマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶丸谷、祭りだ、やいそー。さあ、本日の動画は、春から新生活、浜松市に引っ越してきた皆さんへ、よいしょさあ、ということで、まあ、春から新生活ということで、うん、まあ、静岡県内、いろんな場所にね、引っ越してきた方とかもいらっしゃると思うんですよ。はい。で、その中でも、うん、我々、やらまいかカンパニーは、二人とも今、浜松市に住んでますので、うん、まあ、せっかくなので、浜松市に引っ越してきた皆さんに向けて、うん、浜松の情報をね、少しお届けしたいなというふうに思ってます。はい。まーつりーだ、やいそう？やいそう？やいそう？まあ、我々の視点でね、お話はするので、うん、まあ、少しでも参考になればいいなというふうに思ってるんですけども、はい、まずですね、まあ、うん、我々、僕は浜松生まれ、浜松育ちなんですけども、うん、東京生活18年過ごしてまして、うん、1年半前に浜松に戻ってきたと。うん、そして大福くんは東京都出身で、うん、1年半前に浜松に移住してきたと。はい、我々2人とも、うん、浜松に移住してきたっていう形になるんですけども、うん、最初に皆さんにね、お伝えしたいのはね、うん、風遠州の空っ風という風に言われているんですけども、うん、本当にね、風バカ強え冬です、冬ね、うん、今春ですけども、うん、これからね、秋冬が、やってきますけども、うん、その時のね、この遠州の空っ風、うん、本当にど強いもんでね、気をつけてほしいんですよ。これはびっくりしましたね。いや、本当に、特に大福はね、本当に初めての経験だったから、いろいろね、あったんだよね。まあもちろんそのね、風が強い地域の方もいらっしゃるとは思うんですけども、うんうん、やっぱ、洗濯物が飛ばされるっていう経験ちょっとびっくりした。言われたの、その引っ越しのね、うん、最初の不動産の方に、うん、風が強いんでという話は聞いてて、はい、お茶丸からも聞いてましたよ、うん、でもまあ空っ風が吹いてる時期ももちろんだけど、うん、夏の時期とかもたまに風強い日もあったりとかして、うん、こんな洗濯物はどうなってるのみたいな、なんかもうほんと鉄棒なんか大回転みんなしてんのぐらいなったりとかするので、うんうん、ね、基本的にはだから物干し竿にしっかり固定するっていうのが大事かなと思いますね、うん、どういう風に今やってるんだ、一人暮らしで大福くんのその対策方法として、私の場合ですけども、うん、私の遠州の空っ風対策は対策、うん、まずその物干し竿があって、うん、そこに結束バンドでリングを作って、うん、そこにハンガーを通した時に、うん、もう一個この4つの洗濯わさびで止めるっていう今多分写真出てると思うんですけど、もうだから二重ロックみたいなことになってるね。ああ、なるほどね。大学はだからそうやってやって対策してるんだ。それでも落とされてるよびっくりする。あれだよね、なんかその洗濯物が飛んでって、飛んできましたよ。だからこうなんかこうパッ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 パって並んで干してたわけよ、うん、でなんか編集かなんかやっててパッて外見た瞬間にそのカーテンの陰でなんとなくそのこう干したなって分かってたのが、うん、パッパッパッってなってここあれってなって、ここにあったパーカーがないと思ってパッてなったらその外の道路にパンって落ちてたんで、うん、だから風によって、うん、もちろんその横もガンガンずらされるから、うん、これもこの洗濯物の話でいけば、うん、俺も結構びっくりしたのが、うん、これは今年ですよ、はい、1月とか2月の時に、うん、もう本当に風が強い日があって、うん、僕ん家の場合は物干し竿を両端がこういう状態になってるんですよ、まあ、よくあるパターンだよね。よくある。でもこれが俺がある日ね、うん、その昼にその洗濯物干そうと思って、うん、ガラガラってやったら、うん、落ちてたからね、この状態のやつがこの状態のやつが落ちてるってすごい揺れ方したんだろうなっていう感じじゃん。風でこうならないとシャシャシャンってならないからさ、うん、すごいよね。そうで、まあ、僕ん家の場合はこの物干し竿に、うん、まあ、こういう形で引っ掛けるものがあるもんで、うん、ここに僕は引っ掛けて、そこをさらに上から俺は洗濯バサミでこのカチャって止めるみたいな形にしてます、うん、洗濯物もそうだし、うん、もう夜とか、うん、その
こうやってさ、夜、なんかわかんない、うん、テレビを見てて、うん、今日風強いな、とかっていう日は、うん、ありえないよ。ありえないけど、うん、家の窓を外から誰かが、って揺らしてんのかなっていうぐらい、カタ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 って音するから。そうね。びっくりする、マジで。そうだね。うん、本当にあれは俺も、最初に引っ越してきた、うん、あの、1年目の時は、浜松育ちの俺でさえも、うん、あれこんなに本当に風強かったっけとは思いましたね。でまあね、東京出身だからこそ、うん、なんか感じた他のポイントとかがあればぜひ。僕が最初に思ったポイントは、うん、浜松駅周辺の充実してる感じ、うんうんうん、充実加減というのは、うん、僕あの東京都立川市出身で、うん、まあ、30年以上、うん、ずっと東京で生活してきて、うん、まあ、それなりにいろんな駅とか降りて空気感とかも分かってはいますけど、うん、全然その駅前とかに関しては東京のどっかの駅だって言われても分かんないぐらい、なんだったら充実してるかなと思うぐらい、例えばじゃあ明和庵さんであったりとか遠鉄さんだったりっていう、そういうデパートだったり駅ビルと呼ばれるものも充実してるし、まあビッグカメラさんとかあとご飯屋さんとかも結構あったりするので、そこは僕は逆にラグなく違和感なく溶け込めたポイントの一個かなと思いますね。ああ、なるほどね。うん。だからその、遠鉄さんで言えば、うん、ユニクロさんだったりとか、うん、ハンズさんだったりとか、無人さんとかはあるので、うん、まあ、僕は男性なので、うん、男目線からすると、うん、品揃え的には問題ないかなと。なんか変わらずに過ごせたりしてますよっていうことだよね。なんか女性の皆さんで、あ、これが欲しかったな、みたいなのある可能性あるけど、うん、一個人、僕としては、うんうん、何不自由なく、うん、なんだったらちょっと充実してるかなと思えるぐらい。そうだね。マクドナルドさんも近くにあったりとか、駅中にあったりとかもするので、うん、そういう部分では不便は感じなかったですね。うん、で、まあ他にも、あの、郊外もね、うん、あの、イオンもね、あります。シトロのイオンさんとか、一、う、野、ん、のイオンさんもあるし、うんうんうん、サンストリート浜北さんもあるので、うんうん、あの、結構便利かなっていうふうに思いますね。そうね。うん。他はなんかどう？あとね、これは、あった方がいいっていう話なんですけど、ほう。車はあった方がいいです。まあ、確かに多いよね、浜松では。車はあったらベスト。ただこれはまあその生活環境にもよるし、うん、もちろんその、じゃあ大学生の方でこっち来られたと、うん、で急に車持った方がいいよっていう話ではなくて、うん、実際大福も乗ってはないの？僕はやっぱもうまだまだなんで全然自転車でやってるので、うん、全然自転車で十分です。正直言えばね。うんうん、でもちろんそのバスもあるし、うん、で電車ももちろんいろいろありますし、うん、だから行きたいとこには行けるんですけど、うん、まあ、車があったらよりベストかなっていう感じはありますね。あ、まあ、確かにそうかもね、うん、だからやっぱ駐車場も広いんで、うん、なんかこう買い物行きたいってなった時にお茶割りに乗っけて行ってもらって行ったりとかはするので、うん、じゃあ例えばちょっと大きいスーパーに行くとか、うん、じゃあコストコさんに行くってなったら、うん、まあ、やっぱりその乗っけてもらうとかっていうのが必要になったりとかするので、確かにね。だからチャリンコで、うん、僕結構自転車乗るの好きなので、うん、全然不自由ないんですけど、うん、ちょっとこうどっか行きたいなと思う方は、うん、もしこうこっちに来られるんだったら車があるといいかなっていう印象ですね、うん、そうだね、うん、あと今大福くんが言ったけど浜松にはコストコさんもあるんで、うん、まあファミリー層で引っ越しをされてきた方とかは、うん、あの割とね、会員になれば、うん、あの、それも一個楽しみにはなったりするかなっていうふうには思いますね。人気スポットですもんね。うん。うん、まああとは、もう本当に、うん、あの、個人的な、あの、ポイントではありますけど、はい、まあ、僕ら目線のね、うん、あれだけど、まあ例えば本当に炭焼きレストラン爽やかさんって、すごく有名で、あの、いつもね、行列ができてるとかっていうような、うん、テレビでも紹介されてますけど、浜松で暮らせるということであれば、うん、あの、爽やかさん、あの、インターネットで、その、うん、今どこどこの店舗何分待ちみたいなのが、わかりやすく出てるもんで、うん、まあ空いてる時間帯を狙って、あのね、食べることもできますし、あとは、あの、浜松市民であればですね、うん、あの、大好きな、あの、ドラッグストアとしても有名な、京林堂さん、うん。ここも、まあ、あの、地元ならではというか、うん、あの、他県だとあまり見られない、あの、看板だと思うんですけども、うん、すごくみんなに愛されているお店だもんで、うん、あの、浜松に来たなっていうのも実感できるポイントなのかなっていうふうに思います。うんうんうん、あとはね、うん、あの、ゴミハッチンさんとかね。ああ。あの、中華ファミリーレストランのね、ゴミハッチンさんなんですけども、はい、うん、まあ、最初はね、僕はお茶丸に教えてもらったんですけども、うん、まあ、あの先日ね動画上げました、うん、あの大福的浜松満喫ライフの方でも、うん、あの東京から来てくれた友達がね、うん、
そこで食べて喜んでくれたんですけども、うん、まあ、やっぱ浜松餃子も食べれますし、うん、他のご飯もやっぱどれ食べても美味しいんでね、うん、ちなみに俺らがコンビで引っ越してきて、うん、あの2人で最初に食べた外食はゴミハッチンさんでしたから初手ね、そう初手ゴミハッチンでしたね、コンビ初で、うん、あの浜松での外食ゴミハッチンさんでした、うん、なのでまあ他にもいっぱい美味しいお店ありますし、うん、まあ、浜松餃子のお店もねもうたくさんありますんで、うん、まあ、皆さんそれぞれに多分推しのお店とかがねあの今後できていくと思いますんで、うん、それはねあのぜひ休日の時とかに、まあ、慣れてくればね、うん、どんどん多分行くスポット増えていくと思うんでね、そう、うん、だからそれは皆さんで探していってほしいなっていうふうに思います。はい、はい、まあね、ざっとこんな感じで、うん、あの本当になんか住んでるからこそのっていう部分と、うん、あの移住をしてきたからこその視点で今日はお届けはさせていただいているので、うん、まあね、あの少しでもなんか参考になればいいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ多分ねドキドキワクワクだと思うんでね、うん、僕もやっぱ移住してきたすぐは、うん、やっぱすごくこう今もそうですけど、まあ、キラキラもしてましたし、うんうん、何度メガドンキホーテさんを往復したことか7回ぐらいだっけ、ね、多分計13 我々もねあの移住をしてきた身なので、うん、本当に皆さんの気持ちはよくわかるんですよ、はい、一緒に浜松を楽しんでいけたらなというふうに思います。そうですね、うん、浜松ライフ楽しんでいくにということで高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、以上やらまいかカンパニーとチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。